何人か登ってますね。これちょっと分かりにくいんですけど、獣道というか踏み跡が続いてます。いや優しい。まあ踏み跡はあるんですが、ここは本当に絶対に真似しないでください。はい、それだけ伝えておきます。よし、それではちょっともうちょい安全なところまで進みましょう。こわ。はい、目の前に採掘場が広がっています。ここで下を見てみましょう。はい、あそこに橋が落ちている。前回見に行ったあそこの下から確か見たんですよね。ところがあります。ですがここ崖が垂直になってます。怖すぎる。高所恐怖症の人絶対来れないぞこれ。はい、ですが道はまだまだ続いています。よし、とりあえず行けるところまでは行きましょう。見てください、しばらく進むときちんとした手すり、手すりじゃねえ、なんつうんだこれ。おお、すごいすごい。はい、このようなすげえちゃんとした道が出てきました。いやー、ここも一応ブログで紹介されてたんで、いや見に来れてよかったっす。よいしょよいしょ。ああ結構続いてます。おお、すげえこれ。あ、そこまでかな。あ、そこまでみたいですね。はい、一応上はこのようになっています。で、自分が来た道がこっち側ですね。はい、しっかりとまだ道は残されていました。よし、というわけでこの先まで進んでみましょう。広い道から少し歩いてきました。するとこれは確かなんつったっけな、トラス橋をなんか解体した、橋を解体して多分ここに置いたものですね。そしておー、綺麗なアーチ状の、おー、手すりのようなものが見えてきました。上からはワイヤーが通ってますね。よいしょ。このでっかいワイヤーは、あー、そこにまとまってるのね。すげー、超強い。これ引っ張っても全然落ちなさそうです。これがあれか、なんか谷底まで続いてるワイヤーっていうのが、あー、これか。皆さんはこれを伝って降りていける自信ありますか。なんかこの下にここ一応、大正時代に、通っていた道なんですが、江戸時代に、通っていた道がちょうどこの下にあって、確か隧道、江戸時代のその道の隧道がこのちょうど真下にあるらしいんですよね。なんで本当に最終手段はこのワイヤーを伝って下に行くことです。まあさすがにそんな無謀なことはできないんで、さすがに無理なんでできないんですが、よいしょ、さらに進むと、おお、よいしょ、またまた、てかもうこの辺ずっと広いな、すげえ安心できますこの辺。はい、振り返って見てみるとこんな感じです。すごいな、なんか写真撮りたい。よいしょ。あー、木が邪魔、木が邪魔。よいしょ、写真も撮れた。もう一枚だろう。いやー、こんなとこほとんどめったに来れないですからね。よしよし、取れた取れた。はーい、よいしょ。いやー、ただ安心できねえ、こっから。おっかねえ、ここも進むのか。いや、これ片手じゃ無理だな。ちょっとまた安全な場所が出てくるまで、
飛ばします。はい、なんとか安全な場所までたどり着きました。でですね、この光景もしかしたら見たことあるかもしれないんですよね。それがもしかしたら前回大沢集落の方から入ってきたと思うんですが、もしかしたらそこで最後ちょっとここは渡れないっすって言ってた場所かもしれないです。危ない危ない危ない。そんなことないかな。ここあ、ここじゃないな。でも待って、いや、ここも怖え。こう道ができてるっちゃできてるんですけど、落ち葉と違ってこういう土の方が雨降って湿ってるんで滑るんですよね。もうシャーベットみたいな感じですごい滑る。もう何箇所本当に崩落があんの。もう崩落のオンパレードっす本当に。で下はもう崖だし、おっかねえなこれ。いやー、まあなあいうこと言っててもしょうがないんで、とりあえず行けるところまでは行きます。すいません、行けるところまでは行きますって今言ったと思うんですが、あちら見えますか。あそこは前回自分が行った坑道のような、おそらく多分危険物とかを置いていた物置だと思うんですが、あそこに到着しました。ということはここが自分が突破できなかった場所です。いやー、ということはですよ、大正時代の道はなんとか全部突破できました。危ない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 怖い怖い怖い、ほんとここめちゃくちゃ怖いんですよ本当に。いや、こんなところでなんで俺カメラ持ってんだろう。やった、突破できた。よし、でも実際ここは大正時代に作られた道なので、今度は江戸時代の道を探索してみたいと思います。はい、江戸時代の、道を探して、今歩き始めたばっかりで、なんか多分その辺でなんか自分座って話していて、で多分この辺に本能機の入り口があるんですけど、江戸時代の入り口が多分結構もう入ってすぐのところだよなと思っていろいろ見てたんですよ。そしたら、はい、こちら断崖絶壁の崖のところに道らしきものを発見しました。あれ道だよな、道らしいものがあそこにはあるんですけど、あそこどうやって行くの。いやー、見つけられたはいいけどどうやって行くんだろうなこれ。いや、でもあそこまでつければ隧道が見れるんですよ。でさらにその隧道の下に坑道もあるんで、その坑道ももう見れるんですよ。いやー、行きたいけどちょっと近くまでは行ってみましょう。はい、というわけで江戸時代の、旧道のおそらく入り口の上あたりまで来ましたが、いや、どうやって行くんだこれ。無理っぽいな。どう行くんだろう。多分あの辺なんですよ、あの辺わかりますかね。なんかちょっと広いところがあるんですけど、多分あの辺なんですよ。いやー、どうしよう、考えよう、命に関わる。今まではなんか、うわ、この傾斜45度ぐらいありますねとかって言ってたんですけど、ここはもうそんなレベルじゃないですね。もうこの岩山がもうほぼほぼ90度あります。もうほぼ垂直です。いや、これ落ちたら間違いなく死にますね。今まではなんか滑り台みたいにうわーとかってちょっと
怪我するかなとかいう感じだったんですけど、ここは間違いなく死にます。怖え。いやーでもまあそんなブーブー言っててもしょうがないんで、よし頑張って、行ける道を探します。はい、とりあえずもう1時間以上は探し回ってようやく見つけました。分かりにくいな、上に通ってるのが、大正時代の街道なんですけど、ここら辺から少し下がったところにあったんですが、なんと親切な、見てください、ホラーロープが。で、一応もうこの道沿いにずっと、あそこ、こうくの字に道になって、あそこが平坦な道なんですが、いや優しすぎ、マジでこの道発見した人みんな優しすぎる。やったー、ようやく見つかった。いやー嬉しい。よし、ここまで来たらもうちょいだと思うんで、残り頑張って進んでみましょう。というわけで平場へ到着しました。やった来たー。多分昔はこうずっとまっすぐ行って、で見づらいな、あそこがこう向こうからこうずっと大正時代の道が続いてるんですけど、昔は江戸時代の道は多分ここら辺で分岐して下にこう続いていて、今のこの道まで続いていたとされています。まあもうこの辺結構崩落しちゃってるんで、もう道はないんですけど、もうこの崖をよじ登って行けばたどり着けます。そしてあの親切なトラロープ、本当に強い。そしてこの崖沿いに道が続いています。やった、嬉しすぎる。やばい、いやー、あでも待って、普通に怖い。へへへへへ、怖い。すいません、この道はさすがに片手じゃ通れないです。今まだすいません道の途中なんですけど、本当に立派の廃道を行った人はみんな優しすぎますね。ここにもトラロープが、はい、なんでこうトラロープあるかというと、向こうからこう道が来てるんですけど、ここで岩があって、で岩の下にまた道がこう続いているんですけど、多分この岩を降りるためのロープがありました。いや優しすぎ、マジで。ちょっとあまりの優しさにちょっと泣きそう。いやーマジか、嬉しい。はい、多分僕一回さっき探した時に一回あここかもと思って迷ってたんですけど、多分自分この崖の上にいましたね。危ない危ない、合っててよかった。よいしょ。まあちょっとまだ片手で行くの厳しいんで、ちょっとすいません、この廃道を見つけた人が全員優しかったよっていうお話でした。はい、とりあえずまた進みます。はい、今これがちょっと分かりにくいんですが、この崖沿いに沿って江戸時代の道がこう続いていて、今その上に立ってます。そしてついに自分は見つけました。この先が、はい、水道がようやく現れてくれました。やったー、到着です、到着ですよ。うわーめっちゃ嬉しい。本当にここ来るまで死ぬかと何度思ったことか。おーおっかねー。はい、下こんな感じです。もう何メーターあるんですかね、落ちたら余裕で死ねます。やったためちゃくちゃ嬉しい。はい、というわけでちょっと中
だから入り口はこんな感じになってます。そうですね、幅1メーターで長さもそこまでないですね。いやーすごいすごい、おお。はい、上がこんな感じです。おお、すっげえ。てかなんか上から水が垂れてきてます。この辺とかすごいな。え、雨じゃないよな、こっち濡れてないもん。なんかところどころ岩の隙間から水が垂れてきてるんですよ。いやーこれさすがに真夜中には来れないだろうけど、多分真冬のなんか深夜とかに来たらつららになってるんじゃないかなこれ。いやーここのつららとかも見てみて。やったー、でもたどり着きましたよ。ちょっとこっちからの映像も見ましょう。はい、おお、すごいすごい。やったー、まだありました、まだ潰れずに残ってました。いやてかなんかこういうところって結構なんかところどころ崩落しちゃったりとかするんですけど、崩落の跡が全くないですね。なんだこの穴、この穴は何でしょう。なんか動物でもいたんすかね。そうですね、崩落も全然ないですね。綺麗に多分当時のほとんどまま残ってます。はい、そしてレールが落ちてます。これは確か自分はサイトかなんかで見ましたね。で一応ここまっすぐ行って、でその先折り返しがあって、多分その先ももしかしたら江戸道としてあったと思うんですが、そこから折り返しでこう下に続いているんですが、その下にあるのがどこだ、あそこか、あそこからまっすぐ伸びてた橋につながっていた、坑道がこの下にあります。よし、もうここまで来たらもう勝ちでしょう。その前にちょっとここでお昼を食べましょう。腹減った。はい、というわけで来る途中買ってきたおむすびセットと揚げ鶏をこれからいただきます。いやー疲れた。いやでもさすがに江戸時代から今まで、あ、江戸時代もしかしたらいたかもしれないですけど、こんな随道でなんか飯食ってる人なんて多分俺ぐらいだと思うんですけど、あのこれ YouTuber 初っていうより多分人類初ですね。よし、それでは早速いただきます。いただきます。はい、というわけでお昼も食べ終わったので、探索を再開していこうと思います。よいしょよいしょ。で、あ、そうだ、一応高さはですね、ほぼほぼ自分と同じぐらいで、自分が一応174とか5ぐらいなんで、まあ高さはほんとそのぐらいですね。はい、では続きのこっちの道へ進んでいこうと思います。はい、しばらく歩いてくると、対岸沿いに、採掘場の地下駅へつながる、穴が見えてきました。そして上からこれ枝じゃなくてですね、これワイヤーですね。多分橋の上から多分垂れてたやつですね。はい、この1本だけか、2本多分垂れてたんですけど、そのうちの1本はここまでで、そのうち1本は谷底まで続いています。はい、こんな感じで、でまださらにしばらく、よいしょ、道は続いているので、はい、しましょ、で、あ、こっち側にはこれなんだ、水道管だっけな、なんか確かこの道の
大正時代の道のところにも通っていた水道管が下まで伸びていますね。よし、それではもうしばらく進みます。はい、というわけで折り返し地点までやってきました。すんごく分かりにくいんですが、この目の前の岩場のここです。ここから今降りてきて、でここを折り返して、折り返したこっち側に、今ここ少しスペースあると思うんですけど、こっちを進んでいきます。あたりはこのように自分の身長以上にある木がたくさん並んでますね。よし、じゃあ進んでいきます。下にはですね、なんだろう、これ当時の残留物がちらほら見えてきました。よいしょよいしょ。おお、これは上からの水道管、水道管つってもここで終わりでしたね。水は通っていませんでした。うわー、ついた、びっくりした。足元しか見てなかったから。おお、すごい、レールまで残ってます。おお、すごい。よいしょ、おっとっと。はい、こんな感じで穴が2箇所開いてます。で、入り口のゲートのようなものもありますね。で、対岸には、はい、地下駅へとつながる穴が開いています。あっち側はさすがに行けないですね。よし、さてと、中はどんな感じになってるのか。うえ、虫が。はい、あれ、こっちはあれか、こっちは穴開いてないのか。 奥まで一応続いてるのか。でもこっちちょっと狭いんで、次の隣見てみましょう。はい、おー、あれ、だいぶ想像以上に奥続いてますね。あ、結構続いてるみたいだ。あ、結構続いてますね。よし、それではこれからライト用意してこの奥まで進んでみましょう。はい、というわけで進んでみましょう。レールや枕木はそのまんまですね。そして、なんだこれ、配線か、配線じゃないのか。何やらコードが残されています。よいしょ、コウモリとかいねえよな。よいしょよいしょ。おお、あ、こっちにも穴あったんですね。こっちちょっと先短いんで見てみましょう。よいしょ、これはなんだ。おお、ドラム缶、おっかねえな、紙の。こんにちは、何もなかった。よいしょよいしょよいしょ。はい、ああ、こっちは特に。あぶねえ、あぶねえ、これ、これ床抜けてましたね。あぶねえ、今踏むとこだった。あぶねえあぶねえ、なんだこれ、トイレじゃないな。え、なんだろうこれ、ちょっと下が危なくていけねえや。はい、まあこんな感じで行き止まりと。レールもこっちは出てないですね。よいしょよいしょ、さらに奥へと進んでいきましょう。一応でも、あの、実際情報ではこの先は行き止まりとなっているそうなんですが、どうなんでしょう。今も行き止まり、あ、ここか。これが行き止まり。あ、足元大丈夫。いや、橋
けねえな、さすがに足じゃない、定期検査、あー向こうが読めない、点検棒、はい、ちょっとさすがにこれがなんか鉄とかだったらよかったんですけど、木造なんで上はさすがに覗けないですね。でも一応ここはなんかこういう鉱山で使わなくなった水とかを貯めてるそうなんで、もしかしたら有毒の水とかかもしれないんで、よし、探索も終わったんでこれでとりあえず出ましょう。てかこの出口の穴の逆に左側にあった穴はどっから続いてたんですかね、もう塞いじゃったんですかね。こっちから出てるんだろうなと思ったけど出てなかった。よいしょ、ふー出れた出れた、あー見えた、あそこか。こっちはどこまで続いてるんだ、よいしょ、あ、いや違う、続いてねえんだこっちは。あ、これでここだけなんだな、なるほど、よし、それでは気をつけながら帰りましょう。はい、というわけで江戸時代の旧道を散策しました。江戸時代とはあれか、大正時代の旧道を散策しました。で、今戻ってきたんですけど、前回一番最初に大沢集落から日原まで、日原の集落までを、行く予定で最初は行って、で最初途中行ったんですけど、途中崩落がひどくて日原から入って大沢集落へ抜けていくようなルートで行ったと思うんですが、大沢から日原までの行くルートで自分この土砂崩れちょっとさすがに俺には越えられないと思ったんですけど、逆側から今来たんですけど普通に、はい、越えられましたね。いやーよかった、これでもう本当の意味で完全に廃道、この辺のは制覇ですね。いや、すみません、完全じゃねえや、前回行った旧道の下行ってないけど、まあでもあっちはもうほとんど道としては機能してないらしいんで、本当かろうじて通れるのがこの大正時代の廃道とその下を通る江戸時代の廃道らしいです。はい、というわけで皆さんはここはおすすめは正直しないです。かなりなんかもう自分の動画の中で多分一番命がけだったんで、ここは本当に危険すぎておすすめしません。まあなので本当にどうしても行くって方は自己責任でお願いします。というわけで本日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。